エルンスト・デグナーは、ドイツ出身のオートバイレーサー。ドイツ国オーバーシュレジエンのグライビッツ生まれ。出生名は、エルンストイン・エゲンボツラベク。第二次世界大戦後、家族と東ドイツに移り住んだ。1957年から1961年に、かけてデグナーは、東ドイツの MZ 社のオートバイを借り、ロードレース世界選手権の 125cc クラス、250。 CC クラスで活躍した。MZ のニストロークエンジンは、同社の技術者、ワルター・カーデンが発明した、排気脈動を利用する、チャンバー技術等によって高いパフォーマンスを誇っていた。1961年8月に、ベルリンの壁が完成した後、デグナーは彼の家族を西ドイツに亡命させる準備を行った。9月13日水曜日、彼の妻と二人の息子は、 西ドイツの友人の協力によって車のトランクに隠れて国境を越えることに成功した。一方デグナー本人はその週末に開催となる第10戦スウェーデン GP に出場した。125cc クラスではホンダのトム・フィリスと年間タイトルを争っていたがデグナーは3周目にエンジン破損でリタイアする。レース後彼はフェリーに乗りデンマーク経由で 西ドイツへの亡命に成功、家族と合流することができた。亡命が発覚後、東ドイツ側からは、わざとエンジンを壊したと非難されることになった。スウェーデン GP でフィリスは6位に終わり、タイトルの決定は、最終戦アルゼンチン GP に持ち越されていた。当然、デグナーは MZ からの出場は、不可能になったが、個人タイトル獲得のために他チームからの出場を、 模索していた。しかし結局東ドイツのモーターサイクル協会にライセンスを取り消されて出場は不可能となり、ホンダの 125cc250cc 個人メーカータイトル独占を許すことになった。翌1962年シーズンにはデグナーは日本の鈴木と契約し、この年から始まった 50cc クラスで鈴木にグランプリ初タイトルをもたらした。 同年11月に行われた鈴鹿サーキットのオープニングレース第1回全日本選手権ロードレースではトップを独走中に転倒。その転倒したコーナーがデグナーカーブと命名されることになった。1950年から1968年までのポイントシステム。ありがとうございます。